令和5年度税制改正大綱、法人の暗号資産の期末評価が見直されます。現状法人が期末に保有する暗号資産は時価評価となり含み益に課税されます。今回の改正で法人が自ら発行したガバナンストークンなどの暗号資産を発行の時から継続して保有している場合や譲渡制限が行われている場合には期末の時価評価の対象外となります。また暗号資産の取得価格は発行利用した費用の額となります。期末時価評価の対象外となるということは取得価格のまま財務諸表に計上されるということです。これによって暗号資産関連のスタートアップ企業が事業を頑張り自社の暗号資産の価値を上げた場合にも保有している自社の暗号資産の含み益には課税されないので負担が軽くなります。日本でも暗号資産関係のスタートアップ企業が成長しやすい環境が一つ整ったと言えるでしょう。